毎年恒例新入隊員紹介の時間よ。カサネ、ナオミ、自己紹介してちょうだい。カサネ・ランドール、超能力は念力、よろしく。え、それでおしまいなの？カサネったら案外シャイなのね。それじゃあ次お願いね。はい、私はナオミ・ランドールです。カサネとは姉妹で、超能力は未来予知です。直前の未来しか見えないんですけど、皆さんのお手伝いができるよう頑張ります。未熟者ですが、よろしくお願いします。ナオミ、とってもいい挨拶だったわ。このランドール姉妹が今期の新入隊員よ。カサネは首席、ナオミも5番目の成績で訓練課程を卒業した逸材なの。とはいえ、まだまだ歩き始めたばかりのひよこさんだから、先輩になるみんなも指導をよろしくね。さて、児玉招待から転属してきたシデンも紹介するわね。シデン、自己紹介して。シデン・リッタ、超能力は放電。僕は貴様たちと馴れ合うつもりはない。まだ反抗期真っ最中なのね。ゲンマはシデンのことを知っているわよね。意地っ張りさんだから児玉正体とは折り合いが悪かったみたいだけど、本当は頑張り屋さんなの。仲良くしてあげてね。バカにするな。バカになんてしていないわよ。シデンも最初は緊張すると思うけど、みんなと仲良くね。教科隊は家族なの。私のことはお母さんだと思って何でも相談してちょうだい。あ、そうだわ、肝心の私の紹介がまだだったわね。私は教科エデン、超能力は複製。第1連隊第8中隊の中隊長とこの01小隊の隊長を兼任しています。他のみんなも自己紹介をよろしく。ゲンマ・ギャリソン、超能力は硬質化だ、よろしく頼む。ここには志願兵はいないようだな。志願兵？スカウトじゃなくて、自分から海抜軍に入隊を希望した人のことよ。僕たちスカウトから見れば落ちこぼれだ。シーデン、うちの隊でそんな差別は許しません。差別じゃない、区別だ。取り消しなさい。すみません。最後は私ですね。私はハルカ・フレイザ、超能力は精神感能、テレパシーです。3人ともよろしくね。はい、以上で自己紹介はおしまい。これから早速実地訓練任務を行うわね。今回は2マンスルで行きましょう。カサネとシデン、ゲンマとナオミでサスをつないで、私は隊長としてみんなのサポートに回ります。全員準備を整えたら1時間後に水羽川に集合してちょうだい。では解散。おい、カサネ、僕がこの班のリーダーでいいな。心配だわ。何？僕の能力を疑うのか？え、何？何を唱ってるの？何をって。悪いけど、私組分けを変えてもらうわ。何？新入隊員のくせに僕をバカにするのか？あなたバカ？カサネちゃん、同じ隊の人とは仲良くしないと。シデンさん、ごめんなさい。どうしてお姉ちゃんが謝るの？それよりお姉ちゃんと離れるのは心配だわ。私隊長に掛け合って。カサネ、私はこれでも中隊長を兼任しているのよ。
あなたより力は上だから安心してちょうだい。それに成績を見ればナオミだって立派に戦えるわ。お姉さんを信じてあげないと。わかりました、隊長。うん、いい子いい子。じゃあシデンと仲良くね。ナオミ、行きましょう。はい。じゃあサスをつなぎましょう。私がリーダーでいいわね。何？耳が悪いの？そうじゃない。ならいいわ、行きましょうか。ついてきてちょうだい。水葉川に向かうわよ。こいつ。あ、カサネ、ちょっと待って。何、はるかだったかしら。ええ、よろしく。カサネにバイアスのことで伝達があるの。連絡ミスがあったみたいでごめんね。バイアス？今海抜群で開発中の超能力の働きをより高めるための大脳補助システムの名前よ。毎年被験者が選ばれてシステム活用時の実践データが収集されるんだけど、カサネもその被験者の一人なの。まだ開発中のものだから効果の出方が不安定だし、副作用もはっきりしない段階なんだけど。つまり実験台になれってことね。それで私はどうすればいいの？さすが主席、飲み込みが早いわね。まあ命令だからどのみち拒否権はないんだけど。とりあえず起動してみて。他のシステムと一緒にインストールは終わってると思うから。これでいいのかしら。特に変わった感じはしないけれど。システムが脳に作用して重ねの能力の流れをビジョンで可視化しているらしいわよ。超能力って結局はイメージの力でしょ。常に流れを意識することで力が研ぎ澄まされるんだって。あとサスの接続もスムーズになったりね。残念ながらあの激痛は減らしてくれないけど。大体わかったわ。常に起動していればいいのね。あとこれは噂なんだけど、知っておいた方がいいと思うから伝えるわね。バイアスが原因で脳が暴走状態になったとか、精神が不安定になったとか、そんな話もあるの。だから重ねも無理はしちゃダメよ。もしも何かおかしいって思ったらすぐに言ってね。ええ、何かあれば報告するわ。呼び止めちゃってごめんね。任務に遅れないように気をつけて。それじゃね。実験ね、本当に効果はあるのかしら。まあ考えても仕方ないことね。さてと、集合場所は水葉川だったわね。準備ができたら向かいましょう。
に適任がいないからよ。僕が不適任だと？今すぐ訂正を。聞いているのか？全員揃ったわね。エデン隊長、質問よろしいでしょうか。あら、ナオミ、海抜群は名前で呼び合う慣例があるの。そんなにかしこまらないで。みんな見た目と年齢がちぐはぐでしょ。階級も事務処理上のものだし。海抜群が重視するのは強さだけってことだ。強さだけって言い方はあまり好きじゃないけど、大体はそういうことね。それで質問は何かしら。は、はい。あの、まだハルカさんが到着していません。何かあったんじゃ。ハルカはうちの小隊のオペレーターなの。テレパシーで後方から支援してくれるのよ。聞こえます？半径500キロ程度ならシステムの補助なしでテレパシーを送れるわ。ただ体力を消耗するからグループに入ってもらうわね。ナオミ、カサネ、パーソナルポートを開放して。各班の代表はナオミと、あら、カサネなの。シデン偉いわ。新入隊員に班長を譲ったのね。いえ、私の方がふさわしいと思ったので志願しました。はあ、まあそれで納得したなんて。シデン偉いわよ。さて、早速任務にかかりましょうか。ハルカの誘導で所定のゴールへ向かってちょうだい。途中の階は全て殲滅。ただし、叶わないと判断した場合は逃走を許可します。以上よ。了解。それじゃあ、カサネちゃん気をつけてね。シデンをあまり挑発するなよ。新都市開発特区か。つまらん場所だな。任務に面白いもつまらないもないでしょ。バカめ、この辺りは大した怪異が出ない。新兵にはもってこいの訓練場所なんだ。僕ほどの超能力者になれば
何？あのドローン。もうジャミングしといたのにバレたのね。強化隊長、カラスです。え？うちにカラスの餌食になるような子いたかしら？カラス？カラスってマスコミのことですか？ランドールのお嬢さん狙いじゃないのか？民間人を助けた英雄なんだから。いえ、奥の立ち入り禁止区域に小玉正体が出撃中です。おそらく嵐狙いでは。嵐も気の毒にな、カラスにつきまとわれて。ちっ、せっかく小玉隊から外れたのにまた奴らの近くで戦うのか。みんな、カラスの中継がかなり邪魔だと思うけれど気を取られないでね。ジャミングされてる時点で招かれざる客だって理解できないのかしら、カラスって。仕方ないわ。マスコミは海抜の活動を中継する権利を盾にやりたい放題よ。うっとうしいが、まあ有名勢ってやつだな。足にしておくぞ。この僕がサス接続してやってるんだ。せいぜいうまく使いこなせよ。できるものならな。ミッセの攻撃を確認したけど大丈夫だった？水浸しになると動きにくいのよね。力を渡して。重ね、今なら敵はしびれて動けないわ。すんなり片付いたわね。こんなところに。うまいぞ、先んずればなんとやらだ。水波川上空って断絶の帯が濃くなってる場所よね。ああ、そう。町の建設中に断絶の帯の流れが変わって海が腐敗する場所になってしまった。強力な海が多くはないが、みんな気を抜かんようにな。敵は電気で攻撃してきてるわね。当たると大変よ。ビリビリして動けなくなるから。ナオミ、緊張しているのか。少し呼吸が浅くなっているようだが。あ、はい、少し。でも大丈夫です。深呼吸するといいのよ。ナオミは重ねのことが心配になるよね。重ねもナオミのことを心配していたな。いい芝居だ。やられたわ。挟み撃つ。次は敵が何か落としていったみたい。この程度変わる足で。ボン
告としたことが。この程度やられたわ。抜くな。試練は児玉隊から移動してきたのよね。そんなに児玉と折り合いが悪かったの？あの女、普段は調子よく振る舞ってるが、腹の中じゃ何を考えてるかさっぱりだ。それにあいつ、僕にだけ妙に当たりが強かった。カサネハン、状況はどう？シデンとはうまくやってる？シデン？あ、はい。お前、今僕のことを忘れていたな。僕が班長でもこれぐらいのことはできる。何かいるわ。さすが重ね、私より早く怪異の反応を捉えたのね。止まって、こいつは重大怪異だわ。隊長、ゲンマ、目的地点に重大怪異出現。重大怪異って、過去に怪物軍を殺してしまった怪異のことですよね？え、その通りよ。来るわ、迎撃します。私たちがそっちに着くにはもう数分かかるわ。持ちこたえて。重大怪異接触します。重ね、無理したらダメよ。視点フォローお願い。面白い。僕の力を見せてやる。吠えてないで、さっさと片付けるわよ。使えるかもしれないぞ。
こそサスで僕の超能力を使う時だぞ。分かってるだろうな。カサメちゃん大丈夫？初めての任務でいきなり重大怪異なんて。心配しないで、私は平気よ。ナオミ、僕がいるから心配する必要はない。だが、できれば早く援護に来てくれ。ええ、できるだけ急ぎます。何？さっさと直しておけ。危なかったな。いい位置で、これで。こんなところね。やったか。余計なことをするな。自分の身くらい自分で守れる。勝ちました。ガーレットガーディアンの勝利です。この戦いにおける主役はもちろん、初陣で重大怪異を仕留めたカサネ・ランドール少尉でしょう。それではランドール少尉にお話を伺います。おめでとうございます、ランドール少尉。今のご気分は？ずいぶんお疲れのようです。初陣での初金星、手応えを感じたんじゃありませんか？彼が全ての指揮を取りました。あとはこの試練に聞いてください。何？遅れてごめんなさい。よく戦ってくれたわね。で、あら、シデンたらかわいそうに。すまん、こちら嵐だ。カラスどもがそっちに食いついたらしいね。嵐？そうなの、シデンが捕まってるわ。今こっちで引き取る。あら、嵐らしくない。カラスがいないと児玉の機嫌が悪くなるんだよ。はい、嵐スプリング隊？これから奥で怪異掃討作戦を行います。マスコミの皆さんもぜひいらしてください。やっといなくなってくれたわね。みんな巣王に戻りましょう。了解。カサネ、シデン、あれ、ユイトさんよね。彼、瀬戸正体に配属されたのね。くそ、なんであいつが瀬戸さんのところに。はい、みんなお疲れ様。トラブルはあったけど、怪我がなくて何よりだったわ。今回の実地訓練任務はこれで終わりよ。
今後は上から直接命令が送信されてくるわ。出撃命令に拒否権はないの。所定の時刻に所定の場所へ向かい命令を遂行すること。討伐任務と実地訓練は自由参加よ。余裕があれば積極的に参加するといいわ。あら、瀬戸。スメラギのお坊ちゃまか。なんだ感じ悪って、あ、ナオミちゃん。あ、凪さんに、ユイトさん。あ、ナオミに重ねも、お疲れ。今日か、そっちも新兵の訓練か。そうなの、今年も可愛い子たちが入隊してくれたから頑張らないと。うちのもみんな生きがいいぜ。いや、重ねだったな。訓練はどうだった？それなりにやれたと思います。そいつはよかった。重ねちゃん、もしかして。どうしたの、ナオミ。あ、ユイトさん。いえ、あの、怪我はありませんでしたか？え？ああ、うん、おかげさまで。さっき、ヒムカテレビでユイトさんの中継を見ました。初陣とは思えない活躍で、かっこよかったです。え？ありがとう。強化招待のみんな、班長以外は解散でいいわよ。班長は私と一緒に本部へ来てちょうだい。うちも同じだ。班長のみ本部へ行くぞ。あの、重ね。何？俺たちどこかで会ったことはあるかな。一緒に怪異と戦ったわよね。忘れたの？あ、いや、そうじゃなくて、じゃあお姉さんがいるとか。ナオミがいるでしょ。あなた頭でも打ったの？変わってるわね、あなた。でも超能力はまあまあだったと思うわ。頑張って。あ、うん、ありがとう。お話はもういいの？隊長、彼をどう思いますか？彼ってユイト？そうね、詳しいことは知らないけれど、カレン連隊長が目をかけているって噂を聞いたわよ。そうですか。これだけじゃお姉ちゃんにふさわしい男かどうかはわからないわね。さあ、本部に行きましょう。はるかに帰投報告しないと。かさねちゃん、一緒に行こう。僕はここで失礼する。かさねは、ユイトが気になるの？いえ、私はただユイトがナオミにふさわしいかどうか。あら、小玉、水葉川にいたんじゃなかったの？さっき戻ったのよ。強化は新人の相手？強化、ご苦労様。君は面倒見がいいから新入隊員たちも安心だろう。吹雪連隊長にそう言ってもらえるなんて光栄だわ。重ねとナオミだね。最初の任務にカラスが湧いたそうですまなかった。なぜ吹雪連隊長が謝るんですか？そっちに向かったカラスたちはもともと嵐姉さんの番記者だからね。
なんとなく申し訳なくて。そうですか。訓練生時代の成績は知っている。二人とも素晴らしい超能力の持ち主だね。いろいろ外野がうるさいかもしれないが、振り回されず頑張ってくれ。期待しているよ。よかったわね、二人とも。はい、頑張ろうね、かさねちゃん。よかったの？だって吹雪連隊長はセプテントリオンの軍二等なんだよ。そんな人に期待されるってすごいことだよ。そう、お姉ちゃんを認めてくれたのなら吹雪連隊長もいい人なのね。おかえりなさい。窓から隊長たちの姿が見えたから迎えに来ました。遥かに戦果報告をして任務完了よ。これ以後は自由行動よ。訓練するなり討伐に出るなり好きにして構わないわ。もちろん休むのも仕事のうちよ。でもあんまりぼんやりしてると腕がなまっちゃうから気をつけて。すぐに救援に向かうわ。隊長、私も行きます。私も。でも、いえ、そうね。だったらカサネ、一緒に来て。ナオミはハルカと一緒にサポートをお願い。私も行けます。いえ、ダメよ。もしかしてランドールの家から何か言われているんですか？いいえ、あなたはさっきまでの訓練で疲れているから休んだ方がいいという判断よ。カサネはまだ気力が充実しているから。わかるわね？はい。それじゃあ菊池場へ向かいましょう。